はい、横田さん、はい、やってきました。フェスティバルゴルフ上野本店パターコーナーです。はい、パターコーナー、北海道、宮原さん来てた。あ、来たね、ベティのね、うん、そう、おーってなった。そう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 、ベティナルディ、ずっとね、そういえば良かったじゃん、うん、ね、清水和弘さんが古い MC3 使ってましたね。うん、そうそう、違う、ベティナルディ忘れちゃいかん。ベティ、ベティ何これ、バイロンデザイン、バイロンデザイン99,000円、99,000円が外に。あとさ、あとさ、フォレストのさ、渡辺支配人がさ、うん、お友達がさ、このライカ空洞をここで調節できるパター、高級パター、そう、1本60万円するパターっていうのがあって、ちょっとお友達なんだって、渡辺さんの。だからね、なんかちょっとそれ見てみたいよね。見てみたいですね、うん、とにかく高い。この間ちょっと見たんだけど、うん、それはすごい良かったよ。良かった、うん、なんか最近そういうすごい高いやつがね、やっぱり流行ってるじゃん、うん、どこで見れるのかなと思ってさ、売却がこうアッセンブルでこう調節できるっていいよね、うん、簡単にできるっていう、ね、そうそうそう、意外とみんなパターがカチャカチャついてないからね、うん、結構大事なの。なんかなんだこれは、シックゴルフ初めて見たぞ。いや、オデッセイかなと思ったら全然違ったの。新しいのオデッセイかな。グリップだけオデッセイ、うん、シック、でもいいお値段しますね。あ、エボンのパター、本当だ。どうですか、エボンの。うん、まあ素晴らしいです普通に、うん、キャッシュインかと思いきやちょっとだけついてるっていう。スコッティキャメロン59,080円。お、しかもちょっとグースネック。あ、キャッシュインなのに捕まりて、うん、グース捕まりそうで、トーヒールバランス、本当だ、めっちゃ考えた。進化系、進化系キャッシュイン、かっこいいね。うん、あ、こっちの下だった。レフティー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 コーナー充実ですよ。すごいレフティーコーナー充実してますね。すごい、左利きは絶対ここに来るべしですな、はい、なんかもうこれ普通に売ってるね。うん、いっとき、うん、品薄とかもうこの形がね、そうそうそう、俺もそれの長尺欲しいんだよな、ね、あれが使ってるじゃないですか、 PGA って。の長尺お願いしますって言っとこう。三角トラス系もね、人気は衰えないですね、この、うん、オデッセイもね、トライビームっていうのを出してる。
いいね、安定してる、うん、そういうの長尺横須さんも、そう、うん、試してなかった、うん、ちょっとねボールが見えなくなっちゃうんだよね、あああの三角板で、うん、隠れちゃうんだ、 こっち側から見るから、多分ショートパターだとさ、うん、多分関係ないんだけど、こっから見るから、うん、こうなってくるとさ、うん、あのここのところにこうボール来ちゃうから、ほらこういうとほらすごい景色いいんだけどさ、うん、分かるかな、見えなくなっちゃうんだ、うん、こういう角度で景色だといいんだけど、長尺になるとこういう角度になるわけだよ、うん、そうここにあると見えなくなるだよ、なるほどね、うん、ボール見えねえなってなっちゃうんだそう、クリーブランドか、ほらもうこんないっぱい売ってるもん、ああそうこれ系、これ系が欲しい、そうこれの長尺が欲しい、おスコッティ・シェフラーモデルがあるやん、スコッティ・シェフラー79,800円、あ KBS のカーボンシャフトかな、スチールかな、これ世界ランク1位のパター、シェフラー、シェフラー、でもなんか安定してんね、安定してる、これなんだろう、シャフトとかなんかすごい、あ KBS トモキがね、うん、やってましたね KBS シャフト、すごい安定してる、なんかうん、これここ、うん、そうそこ、79,800円、そうなんですよ、これちょっといいパターコーナーですね、ベティナルディ39,600円、もう44万、うん、まあ、39万から見る、うん、ベティナルディ39万円、うん、ベティナルディ、そうベティナルディの箱に入ってるけど違う？ベティナルディだよ、うん、保証書付きだもんほら、本当だ、証明書付き、すごい、すごい、で隣がね44万、いやどうですか、これあのちょっとアップレートだね、いやいや結構アップレートに見えます、いやいやアップレート、こうねじってますね、あのスコッティさんみたく、あこれ ね、 これね、はい、多分通常のライカクより多分ちょっとだけ立ってると思うな、通常って71度 ?72 度とかですかね、何も書いてないな、43とかじゃないの、ね、何も書いてない、知らんけど知らんけど、またなんかちょっと変わったキャッシュにありますよ、変わったキャッシュに本当だ、なんか変わったキャッシュ、8万3000もするのこれ8万3000もするすごい、これもっとするんじゃないですか、同じメーカーですけど18万、
これはなんかすごいかっこいいけど、これなんかネックのところがこうなってたらなんかボーリング場とかのパターコーナーでやってるカシグラブみたいじゃんこれ。こっちはすごくかっこいいと思うけど、うんうん、ここがねちゃんと面合わせてね、うんうん、でこうすごいレベル高いよなんか、うん、細部が、はい、これ18万ですね、うん、いやいやだってこれちょっとこれ8万なんで安いですからこっちに買えば10万も、うん、これはめっちゃいいよ。あ、うん、だかも良さそうだし、これはほら200本限定ですよ、これ92番これなんか歴史があるのあれオマージュして作ったのかな、それかなんか なんか昔のなんかパターン逆そっちはね、あ、これがこっち、うん、これがこっち、うん、なんかいろいろありますよな、ね、7万2000円これが、うん、これも7万4000円面白い変わったパターンと、これ倍じゃないの、あ、色ね、うん、かわいい色、水野最近この色出しますね、最近ね、このブルーとキャスコはこれね、うん、独特な、はいはい、ということで、はい、パターコーナーでございます。変わったパターンもいろいろありますね。なんかすごい箱に入ったパターンあるな、そこにまだ、うん、ぜひお店に来て、はい、すげえパターン、こういうパターン見に来てください。そう、今度ね、神戸のね、新神戸駅前のね、うん、ちょっとね、どこでね、星野秀正とね、うん、ツアーパッドっていうね、うん、その傾斜が 3% とかつくね、うん、やつところでね、ちょっと撮影の経験ちょっとしようかなと、すごいいい、うん、あの施設みたいで、そこちょっと楽しみにして、へ、うん、そこ行きますよ、はい、じゃそちらは動画は撮れるのかな、撮れますよ、あ、はい、楽しみにしております、はい。